皆さん、宇野美沙子です。本日のテーマは宇野美沙子ができるまで基本メイクバージョン、なのでやるとたまったり。なるほど、わかる。いやこれ大好き。ちょっとこてちゃうよみたいな。あ、本当だ。あー、なるほど。このブラシがすごく優秀なの。色味最強です。というわけでですね、初めての YouTube でですね、メイク動画に挑戦したいと思います。今日はプロのメイクさんに宇野美沙子ができるまで、これ宇野美沙子じゃないです、仮の宇野美沙子です。本気の宇野美沙子ができるまでを、プロのメイクさんに、教わって、そのプロセスを皆さんにご紹介していきたいと思います。それでは早速ご紹介します。ヘアメイクのパクちゃんです。イエーイ、お願いします。はい、パクさんはいつも私のお顔を支えるとっても素敵なヘアメイクさんです。よろしくお願いします。はい、じゃあメイク動画始めていきましょう。まずは、はい、大事なこちら、はい、除菌しましょう。こちらの除菌ジェル、美容成分入ってます。最初のお肌のステップは下地からいきます。下地、はい、のちゃんの肌といえばツヤ肌、はい、ツヤでございます。ツヤをポイントで下地します。はい、今日使ってるのはジルスチュアート。これを頬骨の、まあ、高い位置から、トントントンって内側に伸ばして、はい、鼻のこの目と目の間ぐらい、鼻の根元、うん、全体というよりはポイントで乗せてっちゃいます。ハイライトっぽく、この眉毛の上、そう、ここ T ゾーンじゃなくてここは開けて、ここに眉毛の上なんだ。なるほど。とおでこがこういう風にね、丸く見える。あー、立体的に。唇の下、うん、ここどうしても影になるところなので。なるほど。ここを引き立たせます。なるほど。ワンプッシュだとちょっと余っちゃうぐらいなので。そうだね、もう軽い半プッシュぐらい、ファンデーションいきましょう。ではファンデーション2色、2色、こちらディオールのフォーエバースキングロー、こちらです。2色取って混ぜます。半分混ぜると半分の色になる。それがまあ基本の色として、これとこれの間の色で、お肌のベースのカラー、濃い部分は残しといて、明るい部分も残しといて、あ、3色作るってことだ。手の上で。なるほど。ではまず顔の中心から、そしたら引く。パクさんはいつもファンデーションは指で乗せる。指、そうだね。ね。指で、肌にピタッピタッとこう密着させながら、そうすると、本当に少量で、カバー力もきちんと出るし、乗せすぎにならない。なるほど、スポンジとかよりも指の方がなんかこうバランスが取りやすいの。ちょっとずつなんかこう調整しながらできるので。なるほど。こうちょっと叩きながら馴染んだなと思ったら少し伸ばす、で両方乗せたら、あとは T ゾーンのところとかに同じように乗せて。これは今、2色混ざった中間色で、中間色ぐらい伸ばしてる。はい、まぶたの上とかはこう追加しないでも指についたものでやるとたまったり。なるほど、わかる。まぶたの上って塗るか塗らないかすごい絶妙っていつも思う。でも絶対乗せた方がアイシャドウとかは綺麗なので、ただ量はすごく重要かな。なるほど。だから本当に少量で、結構のちゃんの顔は少量で塗りたいです。難しいと思う人もいるけど、なんだろうな、すごく簡単に立体的な顔が作れる。なるほどね、ベタっとしない。今でも結構かなり顔の中心だけだもんね、ファンデーション塗ってるの。そうです。で、明るい、もう明るいだけのやつ。うん、一色、こっちの方だけ。そう、顔のハイライト的に使いたいので、この顔の中心、この三角ゾーンとかが、
綺麗、あの明るいと顔色明るく見えるので、うん、ここにもついてきます。なるほど。でちょっとここら辺ってクマとかも気になるところだから目の下、そう少し明るさで飛ばしながら、でやっぱここ重要、鼻の根元、鼻の根元ね。ここ明るいとイノちゃんもなんか可愛い方の顔が、そしたら今度濃いやつね、この濃いダークカラーの方。実は今フェイスラインってそんなに塗っていなくて、全然触られてないね、うん、でだいたい首の色とここがちょっと色が違う人が多いんだけど、うん、なんか浮いちゃって見えるので、ここは意外と締めてあげる。でこの顎の下の方から濃い色のせる。なるほどね、その首とこの中心の境目をちょっと濃い色でやると、ここが結構明るくしてても浮かないんだ。浮かない。あとはシェーディング効果もあるので、あ、うん、小顔、小顔、小顔命。ベースこんな感じ、指こんな感じね。やっぱりよりこう肌に密着させるようにスポンジ、最後にスポンジ、最後にスポンジ。これは余分なものも取ってくれるし、そう中により押し込んでくれるから密着するんだね。密着します。そしたらちょっとねトラブルがあったりしたら、うん、コンシーラー、アンドビー、アンドビー、アンドビー、コンシーラー、黄色とオレンジ、結構濃いめのオレンジと濃いめのベージュ、ちょっと黄みが入ってる、うんうんうん、は、クマとかが青とか茶グマとかみんないろいろあると思うんだけど、オレンジ塗っておくと大体あの飛ばせる。へえ、なのでオレンジを少しやっぱりこうちょっと気になる目元のところに、これも指で、オレンジはすごく優秀で黄色みも隠せたりするし茶みも隠せたりするから、ニキビ跡も隠しやすいしくすみも飛ばしてくれるし、やっぱり日本人の肌に馴染みやすいから。マルチオレンジ、マルチオレンジ、パウダーをさらっとのせていきます。はい、やっぱ大事なんだパウダーを。パウダー、うん、さらっとしたパウダーを本当にブラシでバーってかけてあげるとすごくナチュラルだし、うん、やっぱりこうちょっとツヤ肌といってもテカリに見えたくないので、うんうんうん、ひのちゃんの場合はいつもブレストのパウダーファンデーション、エレガンスのパウダーファンデーション、これ超優秀ですよね。ちょっとハイライトになる色味が、白も入ってる、うん、ちょっとね、これイエローなんですね。あ、イエロー、あ、ほんとだ、めちゃくちゃ、これね、フェイスラインから全体的に、あ、おでこから取っては、ツヤ結構残したいので、うん、結構こうね、汗かいたりとか、うん、ライブとかやってもおでこが一番、ね、そうだね、くるので、ここから中心に残りで、残りでちょっとほっぺを押さえたりする。フェイスはこんな感じで、はい、完成です。フェイス完成。次はチークをちょっとだけ入れてきます。アイメイクをする前に少し入れとくと、うん、なんかこう肌の血色とかが分かりやすいのでバランスが取りやすいから。あ、今日はこちらオンリーミネラルと、ヘアメイクの永井香里さんのコラボのアイテムですね。これはめっちゃすごい合うよね。いや、これ大好き。このチャンスっていうカラー、ちょっとこうパープルピンクみたいな、そうちょっと黄身の肌とかの人でも浮かないような、うん、あのピンク系。小鼻ちょっと上くらいから内側ちょっと着てみて、小鼻ちょっと上、うん、ちょっと内側かもみんなが思っている。小鼻ちょっと、もうちょっと上で、あ、曲がってなかったよね。やば、もう一回行こうか、もう一回行こうか、はい、小鼻より、小鼻よりちょっと内側、あ、ちょっと高めで、ニコッと割れてくる。で、一番高くなったところより内側、ちょっと内側にトントン指で、トントン何もついてない指で。なるほど、その日本使い、これはホテルっぽく、ちょっとこう、なんだろうな、自分の血色みたいな感じ。あ、なんかこう、お風呂上がりホッとホテったよみたいな、うん、あ、本当だね、顔色がパッと明るくなる、ホテりました。これでアイメイクに行きます。はい。今日はちょっと赤み、赤み、うん、感じに行こうかな。今日はこちらですね。ベイビーミーのボルドーブラウン、ニュアンスカラーシャドウ、ボルドーブラウンですね。うん、
もうさっと一色でグラデーションとかはなく、自分のまぶたのこうなんか立体感で見えるグラデっぽく見えればいいかなと思うので、うん、黒目の上からブラシさーっと乗せて、うん、黒目の上から見えます。黒目の上からやってあげると一番濃いのが黒目の上になるから、うん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 、丸い印象になって優しい印象になる、うんうん、だからなんかかっこよくしたいときは外から、なるほど、でも彫り深く見せたいときは内側とか、でも今回はスタンダードなので内側に乗せて、またこうやって指でさーっと始まって、はい、もう本当にナチュラルにさらってこれはできたよな。黒目の中心からね置けばね、あまり失敗しにくい、失敗しにくい、まあ、ちょっとなんか元気出ましたね。で一旦やってみて色味はちょっと足していったりとか調整した方がいい、うんうん、ブラシは結構綺麗につくので、うんうんうん、追加するときは指とかでこうやってちょんちょんちょん、これも黒目の上から塗ってあげるとドンとつきにくい、うんうんうん、なんかで下にも入れていきます。みーちゃんは結構下にはさらっといつも色は入れるようにしてます、うんうんうん、これも黒目の下くらい同じ色でまつげとまつげの間をさっと埋めるように頑張って、基本的に下まぶたにもやっぱアイシャドウ入れてあげると、うん、やっぱりなんかこうちょっとおしゃれにも見えるし、うんうんうん、目の形もより丸く見えたりするから、うん、私は結構必ず入れるようにしてます。なるほど、面白い、さらっと、うん、もうちょっと、そんでこの感じで、アイシャドウをさらっと入れてからアイライナー、アイライナー、うん、難しいよ、リキッド使います、リキッド、うん、こちらウズ、ウズのブラウンですね。ちなみにみーちゃんにはブラウンですね、アイライナー、そうだね、もう、うん、黒で引くことはほとんどないね、ちょっと赤みのある茶色なんですけど、これを、みんな、そうだな、リキッドを引くってなるとこうピーって、ピーって引きたがっちゃうんだけど、うん、まつげとまつげの間を埋めていきます。目の半分ぐらいから外側、いいかな、うん、下からまつげとまつげの間を、で、みんな引くって、なんかリキッドだと引くってイメージだけど、うんうん、こうやってこちょこちょこちょって先を当てて、あ、ぼかすようなイメージだ、これね、全然ギザギザになっててもいいです。大体目の真ん中から右に向かって埋めたら、うん、じゃあ目閉じてもらって、上のちょっとガタガタしてるラインをこういう風にちょっと置くように、あ、点で置くんだ、点というかね、このね、こういう面をこういう風にあピュンって置く感じ、なるほど、引くとやっぱりガタガタになっちゃうから、こういう風に面をこうやって置くとなんかこうガタガタのラインになって、あ、確かに安定するね。ここまで引いたら目尻だけちょっと引っ張りたいので、ここをね、眉毛にちょっと置くってちょっと切って、ミートの場合、その目の形のまま、そのまま目の形に切ったまま、そう、あんまり上に上げない、で、もうすぐ綿棒とかで綺麗にならして、だからもう全然修正も何回も効きます。だいぶ左右で違いますね、やっぱこっち引いた方、引く前、うん、ちょっと目の印象が良くなるし、うん、なんか丸くキュッて目力アップって感じ、目尻も超ナチュラルに、私の二重のラインと一緒に、こう、このラインと一緒にちょっとだけプラスしてるって感じ、このまま眉毛に行っちゃう、眉毛、うん、一旦マスカラをやる前に眉毛が、眉毛めっちゃ苦手、私一番眉毛がめっちゃ苦手、眉毛がうまくいかないと顔がえってなんかこう、そうだね、割と眉毛の責任重大じゃない重大なんか描きすぎた時のあの感じ、外に出てしかも描きすぎた自分に気づく瞬間あ、終わった一日って思います。今日はもうナチュラルに優しく、優しいからパウダーだけで、パウダーがこちら、うん、セルボーク、セルボークの、セルボークの、インディケーターブローパウダー07番、もうパウダーの色が優しいから、うん、2色、上の2色を混ぜる感じで、濃い2色を混ぜて、うん、よくなじませて、真ん中ぐらいから、真ん中が一番こう毛が密集してるところだから、うん、ここからまず眉毛にさっと引いて、で、眉頭に行く、いや、今日のなんかポイントとしては真ん中からだね、うん、どこに、真ん中、私結構真ん中から始めることが多いんだけど、うん、やっぱ真ん中からやってあげると立体感がそのまま作るっていうか、うーん、で、眉
眉毛も大体この辺が一番毛が溜まってるところだから、うん、ここに置いてあげるとなんかこう境目がナチュラルに出てくるというか、で眉尻までいったらなんかこれと眉頭、ちょっと眉頭をあのの上のライン少しだけオーバーの上のラインを足してあげるとちょっと眉毛がまっすぐっぽくなるので優しい風になる、なんかちょっと流行った平行眉の軽くそういう要素が入ってる。なるほど、このブラシがすごく優秀なの、描きやすいアディクションのブラシで、なんかこのちょっと筆先がの独特だよね、このこれは眉毛用ってこと？これは眉毛、これすごい描きやすい、なんか線にもなるし、なんていうの、その立体的なパウダーにも合うし、すごい、私これ買おうおーなんか綺麗、色味もすごい柔らかい色だね、うん、ちょっと柔らかい、だから表情があの柔らかくなる、うん、柔らかくなった、なんかちょっとピンクっぽい、はい、そう、あのピンクは毛をちょっとこう柔らかく見せてくれる、産毛っぽい柔らかい毛を見せてくれるから眉毛の印象が優しくなる、うん、そしたらマスカラはマスカラ、みのちゃん得意のマスカラ、マスカラ大得意です、はい、大事ですからマスカラ。じゃあまず私はですね、いつもですねここ急に自分から急に得意なんですよ私マスカラのゾーンだけですね、いつもはですねホットビューラー、パナソニックのホットビューラーでですね一旦ねまつげをね整えるんです私は。これでやったら分かりやすいかな、うん、ね、一旦ねこの寝癖とかでさまつげ寝癖ついたりする人いません？私だけ？なんかね、あっちこっち向いちゃうんですよ、まつげが。なんでそれを一回こうホットビューラーで慣らすんですね、毛の流れを。で、ちょっと温まるとビューラーした時にカールがつきやすい。今回今日はこれはアイプチっていうビューラー。これ超優秀だよね。これプチプラだよね。幅が、まず目幅が広いよね、ビューラーのカーブがちょうどいい、うん、目にフィットしやすい。で私はこれ一回根元から挟んで1、2、3、4、5ぐらいのステップで上げていきます。だいぶバカじゃないあのこの状態もう大丈夫、大丈夫、ビューラーするときはね、うん、ビューラーするときは誰にも見られたくないけど見せてる。はい、じゃあビューラーが終わったところで次はマスカラ、今日はこちらライブライナーのブラウン、はい、この筆先がね小さいからすごい塗りやすいんだよね。これをですね根元から、うん、なんかこうあれだよね、マスカラをいっぱい塗るときはこうやってこうギザギザにこうちょっとこう動かしながらダマになりにくく溶きながらやるとね、綺麗、うんうん、ね、にいっぱいつくんだよね、はい、で大事なのはフォームを使ってください。こちらこういう割と細めのフォーム、これはチャスティ、チャスティ、マジで意外とさマスカラってさこのさ、マスカラ以外のアイテムが大事だったりするなって思います。本当にやっぱりこの一手間があるかないかですごい繊細なこうまつげに仕上がるかどうかがかかってるので、そうだよね、コームはねかけてほしいね。下まつげ結構やるよね私。下まつげするとこうちょっと垂れ目っぽい効果もあるから、うんうん、なんかこうトロンと可愛い感じになる、うんうんうん、あとは下のまぶたにラインとか引かなくてもマスカラしてあげると輪郭が結構こうはっきりしてくるので、いい感じです。ナチュラルだけど、うんうん、なんだろうな、しっかり毛一本一本が、うんうん、出てくるのでディテールが、はい、はい、はい、アイメイク完成。で、ね、これね、ちょっとね、マスカラした後に目尻のところだけ確認したい。まつげに長さが出るから、うん、意外とちょっと長さを足したりしてもバランス取れる。バランスをね、うん、そしたら、チーク、うん、チーク、さっき血色入れてそうクリームで仕込んでたけど、今度はパウダーをのせます。パウダー、今日は私たちの大好きなこちらチルスチュアートのブルームミックスブラッシュコンパクト08番のチークです。これ15周年の超かわいいパッケージの
このジェルのチークはね、可愛いね。どれも本当に可愛い。このルミ最強説、全部混ぜる。一周混ぜて、一周混ぜて、で混ぜるときポン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 って引くというよりは、でさっきは内側に入れたんですが、今回はスタンダードなニコッと笑ってもらって、盛り上がったところに、盛り上がったところから外なんだね、今回は。そう、ちょっと頑張る。ここで近いか。そっか、このカラーの中にツヤが入ってるんだね、この白のやつが。この白のハイライトカラーがあるから、ツヤ効果もあるチークです。だいぶミサコ完成に近づいている。あとはもうリップ、うん、リップはやっぱりうのちゃんはシェアリップかな。シェアリップ、ね、はい、今日はちょっとティント効果がある、うんうんうん、ティントだけどツヤも入ってる、うん、今日はこれ、はい、コスメデコルテのティントリップグロス01番。これティント効果があるので徐々に徐々に色も出てくるし、うんうん、最初は結構本当透明、ピンク透明なツヤかな。徐々に徐々に唇の色に反応して、あ、唇の色に反応するんだ。なんちょ、二回ぐらい重ねる。2回ぐらい重ね塗りします。本当だ、絶妙なグロッシーツヤ感と、ちょっと唇に吸い付くマット感。で、まあ全部リップを入れた後。ちょっとアイシャドウとかは調整するけど、うんうん、今まで使ったアイテムの中でちょっとずつ調整して、はい、できた。これが本気のみさこです。はい、というわけで宇野みさこができるまで基本メイクバージョンでした。出来上がり。というわけで今日は、まあ、宇野みさこができるまででしたけれども、まあ、どんな皆さんにでも日常のメイクで、真似していただけるポイント盛りだくさんだったと思います。日常メイクは割と刻んでもいいかなって、結構ステップで丁寧にやっていただいて、一緒にこの動画を見ながら、メイクしてもらえたら嬉しいなと思います。それではじゃあ皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。じゃあまた機会があればメイク動画、次なるメイク動画に挑戦したいと思います。それではありがとうございました。宇野みさこができるまででした。またね、パクさんもありがとうございました。